皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。初心者の向けのカノンロック講座ということで、なぜか今さらカノンロックという曲の解説をしております。この2本目の動画では、イントロとリフが終わって、単音が始まるところからスタートして、サビまで行ってみたいなと思いますので、よかったらチャレンジをしてみてくださいませ。前回は、このところまで行きました。で、その後、普通にもうここら辺はロングトーンをするだけです。こんな感じで。ただ、まあ、ロングトーンなので、このね、平坦に伸ばすのではなくて、自分なりにビブラートを入れながら弾いていってあげると良いかなと思います。で、また覚えておくと面白いテクニックとしては、チョップというのがあるんですけれども、左手の薬指で2弦の19フレットを押さえるじゃないですか。で、この余っている人差し指と中指でこの全部の弦を軽く触れるわけですよ。で、この状態でピッキングを6弦側からバリ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 とやっていくんです。そうすると、2弦だけ弾いた状態よりもなんかちょっとこの音に迫力が出るわけですね。こうやって弾くんじゃなくて、まあ、すごいビビタル差ですけど、何となく違いはわかりますでしょうか。まあ、こういったものも入れながら、ロングトーンしていくと良いかと思います。こんな感じです。まあ、とにかく、余計な音を出さないように、ミュートとかも気をつけながらやっていただくと良いかなという感じです。で、まあ、ここら伸ばす。で、なんか僕はここの17フレットの音をその、なんか短く切ると、なんかちょっとかっこ悪いというか、なんかすごい寂しい感じがしてしまうので、他の方々はなんかこの17フレットを短く切っているんですけども、僕はできるだけ伸ばすようにしています。まあ、その辺は皆さんのお好みで調整をしてみてください。なんかここで切ると寂しい気がしてしまう。で、15フレットに行って、で、この15フレットを直近にして、下ろして、で、14フレット、14フレット、で、ブリッジミュートを軽くかけて、12フレットを2回弾くと。で、その次、16フレットから、こんな感じで。こんな感じで、14フレットも軽くチョーキングをすると。という感じです。最初の、この15フレットのチョーキングに関しては、これは全音チョーキングなので、15フレットの音を上げて、2フレット上の音を目指したいんです。ここ。まあ、こんな感じで。でも、その今のところの14フレットに関しては半音チョーキングなので、1フレット上の音を目指したいんです。14フレットを弾いて、1フレット上の音、つまり15フレットの音を目指したい。ここ。これでは行き過ぎだし、これでは足らない。いい感じでこう15フレットの音程を探して、耳で、この辺か、この辺か。この辺かというふうに調整をしてみてくださいませ。そのぐらいです。で、まあ、この辺は普通に楽譜通りに弾けば、まあ、それっぽくなるんじゃないかなと。そんな難しいところとか、気をつけるところとかなさそうな気がします。で、その次、14フレットをチョーキング、半音チョーキングしなきゃいけないんですけれども、ちょっと普段、人差し指でチョーキングすることはまずないんですが、ここだけちょっと。頑張って人差し指チョーキングをしてみております。してみております。します。人差し指でチョーキングすることってそもそもあんまないと思います。でも、ここは頑張りどころです。で、こんな感じ。で、ここは全音チョーキングです。で、最後に全音チョーキングして、まあ、ビブラートもかけながら弾いていくという感じでしょうか。そんな難しいところはないと思うので、サクサクいきましょう。次は。
ていうところ。こんな感じ。で、またパニア。パニアでできました。で、9、7、5、7と言って、で、ここの6フレットをピッキングハミングする。して、まあ、こんな感じで弾いていきます。で、また7フレットから。ここはちょっと頑張りポイントです。今度この人差し指で7、7、7ともう 3箇所同時に押さえてしまって、で、できればもう全部押さえっぱなしにして、こうやってやるんじゃなくて、1本1本音を途切らせられると、なお素敵です。で、小指あたりで10フレットに飛んで、で、そのまま14フレットまで飛びます。スライドします。これが行き過ぎてしまったりとか、足んないとかなってしまわないように、いい感じに14フレットで飛びましょう。で、逃げの10フレットをチョーキングすると。手に当てたものの後に薬指でここに行くので、ちょっと難しいんですけれども、薬指が一番チョーキングしやすい指なので、ちょっと急いで頑張って、ここの10フレットに飛びたいです。こんな感じで。で、8フレットで弾いて、またパニアして。単語を弾いていくと。フルピッキングでもいいですし、途中でそのプリングとか入れてもいいですし。この辺はお好きに弾いてみてはいいんじゃないでしょうかという感じです。で、そこから7フレットから、ドゥーで、ラブ、ドゥー、キラクド、キラクド。というのはスイープに移るんですが、まあ、これはまあ普通にもう修行という感じです。すげえむずいと思います。もうこの7フレットからさりげなく12フレットに行って、で、その後にこのコードを作るような感じで、それぞれ必要な指を必要な弦に置いていくような感じです。で、これスイープなので、ピッキングがこうバババババッとこう。なんか流れる感じで、吐く感じで弾いていくわけですよ。一本一本こう、パン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 っていくんじゃなくて、ゴワッといくんです。で、そのゴワッといくのに合わせて左手を運指していくと。正直、これはかなり難しいので、初心者の方はあっさり諦めた方が良いかと思います。諦めるというか、ちょっとここはまあ保留にしようというふうにした方が良いかと思いますが、まあ、チャレンジしてみても面白いんですけれども、ちょっと時間かかると思います。で、このドンドンといったら、そのまま16フレットかな。違う、17フレットだ。で、17フレットから打と、人差し指にこのプリングをして、中指とかで3本弾いて、小指で16フレットに行って、12フレット。という感じでスイープをしていきます。で、人差し指で16フレットまで行って、次はここからですね、21フレットから。で、また戻る。こんな感じです。なんかうまく弾けているのかどうなのか僕もよくわからないんですけれども、とりあえずスイープのコツとしては、そのタイミングを合わせる
ということが一つです。左手のタイミングと右手のタイミングを合わせると。これが噛み合ってないと、単なるその、ね、バツ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 というそのブラッシングみたいな感じになってしまうので、できるだけタイミングを合わせるように心がけましょう。で、あと、ちょっとこの裏技というわけじゃないですけども、近道としては、一番低い音と高い音だけははっきり出すというのが結構大きなポイントだったりとかします。正直なところ、まあ、こんなこと言ったらまた怒られるかもしれないんですけれども、真ん中ら辺の音って割とどうでもよくて、一番低い音と一番高い音がはっきり出ていれば、なんかそれっぽく聞こえてしまうんですよ。すごい極端に悪くやると、そのこことここだけ出てれば。真ん中の音全部これしかやってないんですけども、なんかそれっぽく聞こえませんか？うん、なんかこんな感じで、今、高い音と低い音しか出してないんですけど、なんかそれっぽく聞こえますよね。こんな感じで。なので、まあ、裏技ってわけではないんですけども、なんか近道としては、それっぽく聞かせる近道としては、低い音と高い音ははっきり出すというふうに心がけると、うまくまとまるのかなと思います。で、まあ、なんちゃってスイープみたいな感じになっちゃうかもしれないですけども、まあ、なんちゃってはね、誰でも経験するところなので、なんちゃってスイープができたら、ちゃんとはっきりと音が鳴らせるように練習というステップアップが良いかなと思います。うん、自分もできているのかどうかと言われると、ちょっとわかんないですね。なんかこんな感じでやっているだけなので、うん、スロー再生とかすると、実は全然できなかったりするかもしれません。できなかったらごめんなさい。先に謝っておきます。滝沢はごまかしスイープかもしれない。そんな感じです。で、その後テーマに行きます。テーマのところは、いい感じでこのポジションがまとまってくれているので、人差し指は14フレット担当、中指は15フレット担当、薬指は16フレット担当、小指は14フレット担当という感じで弾いていくと、きれいでいいかなと思います。ちょっと弾いてみると、こんな感じ。この指がここの担当ポジションから外れないようにして弾いていきます。ここだけ唯一チョーキングをするので、ちょっと担当ポジションを外れて、まあ、こんな感じで弾いていきます。ピッキングとしてはダウンピッキングだけでもいいですし、オルタネートでピッキングでもどっちでもいいと思います。ただ、まあ、あんまり速くないテンポといいますか、無理じゃなければダウンピッキングだけでやったほうが、多分ピッキングは安定するし、リズムも安定するので、まあ、最初はダウンピッキングだけで。やってみると良いかなと。これがテンポ200に近くなってくると、オルタネートで弾いたほうがやりやすいときも出てくるかと思いますが、まあ、本当にやりやすいほうで大丈夫という感じです。これでとりあえずざっくりと。カノン6の解説を終わりにさせていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。まあ、楽譜と違うところは結構あるかと思います。特にそのスライド、ハンマリング、プリングの入れ方について。この楽譜自体、その普通にインターネットに転がっているこのよくあるこのカノン6のタブ譜、この楽譜自体はそんなに正確なものでもないので、この楽譜にこう書いてあるからこうしなければいけないという概念はちょっくら捨てたほうが何かと良いかと思います。何度も言っているように、その自分のやりやすいポジションにしちゃったりとかするのは全然ありですし、プリング、ハンマリングを自分のやりやすいところに入れてしまうのは全然ありですし、フルピッキングで書いてあっても、プリング、ハンマリングを使っているところはたくさんあります。逆にそのハンマリング、プリングで書いてあるけれども、実際ピッキングしているところもたくさんあります。なので、まあね、その柔軟な発想で、こんな感じがやりやすいから、こんな感じの押しがやりやすいから、俺はこうやっていくぜという感じで、まあ、自由な発想で楽しんでいくといいかなという感じでございます。では、ちょっと最後に私が、私の運指でちょっくら弾いてみますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。こんな感じで弾いているやつもいるんだという一つの参考資料でございます。
ダメだ。そんな感じで、このカノンの講座を終わりにさせていただきたいと思います。参考になれば幸いでございます。あまりうまく弾けてなくて申し訳ないです。皆さんもこうならないように頑張って練習してみてくださいませ。それでは、違う動画でお会いいたしましょう。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はっ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 は。